ロイズロイズ・ロイズオブ・ロンドンとは、ロンドンにある世界的な保険市場である。一般的には、ロイズとして知られている。ロイズという言葉には二つの意味がある。イギリスのシティ、金融街にある保険取引所、またはそこで業務を行っているブローカー、保険契約仲介業者及びアンダーライター、保険引き受け業者を含めた保険市場そのものを指す。 イギリス議会制定法によって法人化された団体で、ブローカー及び新ケートを会員とする、ロイズ保険組合である。として知られる。ロイズ保険組合は、ブローカーとアンダーライターを会員とする自治組織であり、通常の保険会社と異なり、ロイズ保険組合自体が、保険引き受け業務を行うのではない。保険を引き受けるのは、無限責任を負うアンダーライターであり、 ロイズ保険組合はロイズ保険ウィルを所有し、取引の場、ルームと保険引受業務に関する事務処理サービスを会員に提供する目に存在している。この複雑な二重性はよく使われる。我々は個人としてはアンダーライターだが、全体としてはロイズであるという言い回しに表される。会員は従来保険金の支払いに上限を定めない。 無限責任を追う個人ネームだけだったが、1992年から有限責任の法人ネームの募集も始まり、現在に至っている。ロイズの携帯と名称は、もともと1688年頃に、エドワードロイドという人物がコーヒーハウスを開き、保険業者たちがその店にたむろして、取引の場として利用していたことに由来する。エドワードロイドが死去した後、 取引の場を失った保険業者たちが資金を出し合って人を雇って新たにロイズコーヒーハウスロイドのコーヒー店と名付けたコーヒー店を自分たちために開かせた時代と共にコーヒーハウスではなくなったがロイズという名前はそのまま残った1688年頃エドワードロイドがロンドンのタワーストリートにコーヒーハウスロイズコーヒーハウスを開店 貿易商や船員などがたむろするようになった。ロイドは、顧客のために、最新の開示ニュースを発行するサービスを行い、店が非常に繁盛した。1691年、手狭になり、ロンバードストリートの中央郵便局の隣に移転する。次第に保険引き受け業者、アンダーライターが集まるようになる。1720年に、南海放末事件が起き、 ロンドンの証券市場は崩壊した。議会は、放末法を制定し、保険引き受け業務を行える会社を直居を受けた2社に限定した。しかし、個人の保険引き受け業者は規制しなかったため、ロイズに集まっていた個人の保険引き受け業者は、競争相手となる保険会社が2社だけに激減したおかげで、かえって有利になった。間もなく、直居会社2社は、 不祥事を起こして、会場保険から撤退し、火災保険に主力を移したため、会場保険は、ロイズの独占となった。しかし、ロイズに、うぞうむぞうの保険引き受け業者が集中した結果、ロイズには、支払い能力もない、怪しげな業者が出入りするようになり、賭博保険が横行して、ロイズの評判を下げることになった。まともなアンダーライターとブローカーは事態を憂慮して、 ウェーターのトーマス・フィールディングを雇ってシンロイズ・コーヒー・ハウスを開かせ、純粋な会場保険を行う業者はシンロイズに移った。アンダーライターたちはロイズ委員会を組織し、1773年にはコーヒー店を王立取引所の中に置くことを決定した。これにより、ロイズは保険取引が行われるコーヒー店の名前から保険引受け市場そのものへと転換となった。 しかし、ロイズ委員会には、不正を働いたアンダーライターを除名する権限や、支払い能力のないメンバーの出入りを制限する権限がなかった。1871年に、ロイズ委員会は議会に働きかけて、ロイズ法を制定させ、ロイズ委員会を法人化して、ロイズ組合となった。法人といっても実態は、陳事系途の集まりであり、 保険金の支払いに関して構成員は最終的に無限責任であった。1965年ハリケーンベッツがもたらした被害を補填、大赤字を記録した。構成員が新時計徒団を次々と抜けて行き、ロイズは存亡の危機に陥った。そこで外国人や女性も加入できることとし、教託金も引き下げた。加入者数自体は うなぎのぼりとなったが、視力が足らないものを多数抱え、価格競争も増えて、さらなる損失をこむった。1982年7月、新ロイズ法が制定され、新時系徒団の集合は頂点に、を設けた。ロイズに対する挑戦は続いた。製造物責任法の改正とアスベスト災害に、関係して1973から1985年の、 間に3万件も訴えられて79億ポンドの損失を計上した。構成員がまたしても抜けていった。一方で構成員を束ねるアンダーライチンエージェントに対する訴訟も増えて社会問題化した。1990年ロイーズタスクホースという調査委員会ができて1992年1月に報告書が公表された。これをもとに ロイズの経営改革案が練られた。1994年1月に有限責任社員の加入を認めて構成員を呼び戻した。1995年、コンスルの下に市場委員会と関西委員会ができた。翌年に債務関西を目的としてを構成員3万4千人の共同出資で用意した。これは2007年4月、バークシャーハサウェイの子会社に買収された。それは、 アメリカ同時多発テロによる窮状を示すものである。ロイズでは、個々のアンダーライターが直接保険取引を行うのではなく、シンジケートと呼ばれる会社を通じて保険を引き受ける。アクティブアンダーライターあるいはリーディングアンダーライターと呼ばれる保険引き受け業務を実際にロイズで行うアンダーライターがシンジケートを組織し、他のアンダーライターは無限責任を持つシンジケートへの 出資者としての形を取る。ロイズには300余りのシンジケートがあり、会場保険や火災保険、盗難保険などそれぞれ得意とする分野の保険を引き受けている。中には、ネッシーが捕獲された場合の検証金などを保証するなど風変わりな保険ばかりを引き受けるので、有名なシンジケートもあ各シンジケートの保険引き受け能力は、出資するアンダーライターの人数と出資額によって決まる。 ロイズで保険をかけるにはブローカーを通じて行う。ブローカーはスリップと呼ばれる保険証書を持ってロイズのルームにいる各シンジケートのアクティブアンダーライターたちを回って交渉し危険を分散するために複数のシンジケートに分割して保険を引き受けさせる。保険を引き受けたシンジケートは支払いが生じた時のために他のシンジケートに再保険をかける。非保険料収入は それぞれのシンジケートに保険料の引き受け割合に応じて分配される。アンダーライターは保険証書のもとに署名するところから名付けられた。名前を書くことからネームと呼ばれることもある。ロイズの建物の一階には金、ルーティンベルが置かれており、海難事故等の発生を知らせる役割を果たした。タイタニック号沈没の際もこの金は鳴らされた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。